大体大体でいいと思うんですけどね。で開きますと。これ前側なんだけども、あんまり前ってね、後ろのラインが結構。こうなんですけどね、これはねちょうど R の感じだ、大体ですけどね。こっちからまず切っていきます。でここも切ってきます。ここなぞってそしたらこのラインはねよいしょ、本当はここで折るんですけどね、あ、折れるかな、ここはこういう風にしてつけばこれポケットね。これね、あの麻のね、麻、綿と麻が混じってるねデニムです。でまあちょっとねザラザラ、まあ、デニムはまあもともとザラザラですけどね、ちょっとこう涼しげな感じなのでちょっと麻が入っているねデニムを今回ちょっと選んでみまして、よいしょ、またまたね。ショート切りっぱなし。ショート。
まあこんな感じで横うんうんうんもうけどまあ横あと向いてもらってうんちょっと細身だったこととはい。まあ一応、まあ完成したんですけれども、
形的にはいいんですけど、ここね、あと型紙ありますけどね、ここの幅をプラス3センチにして、まあちょっと型紙の直しが必要ですね。でまあ縫い目的にとか、こう縫い目の完成度とかはかなり今回高いです。丁寧にやってますけども、なんせねやっぱサイズ、そこをもうちょっともう一回作ればまたもっと上手にはできるけど、これでもね悪くはないんだけどもね、ちょっとイメージと違ったかなっていうのもあって、あとポケットがもうちょっと上でも良かったかなと、ちょっと下すぎたので、ちょっとイメージと合わなかったのと、ちょっとこうもっと追求して、まあこれねジーパンデニム素材の割にはなんかこうちょっとカジュアルというかスーツっぽくなっちゃったんでね、今日風強い、ね、スーツっぽくなっちゃったので、まあ次回はちょっとねもう寸法直しつつ、まあやっていきたいかなとは思いますので、まあ今日はこんな感じでございます。最後までご覧いただきましてありがとうございます。またお会いするまで皆様お元気でお過ごしください。男のソーイング鈴木パセリでございました。さようなら、ありがとうございます。さようなら、ありがとうございます。